ピーター・パンバス・ラインズの車両ピーター・パンバス・ラインズはアメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールドに本社を置き同国北東部に路線網を持つ長距離バス会社である。毎年の利用者は400万人である。もともとスプリングフィールドにてイエロー・キャブ・エアラインという航空会社として設立されたが1933年にピーター・カーメン・ピカナリーによって買収された。 1990年代初頭から2005年までトレイルウェイズトランスポーテーションシステムに加盟していた。ピーター・パンバスラインズの主要な運行エリアには下記の都市が含まれる。ニューヨーク南部の路線はトレイルウェイズに加盟した1990年代初頭より拡張されていった。1994年には競争相手であるグレーハウンドが運行していた。 カロライナトレールウェイズの路線に習い、さらに、ノーホーク、オーシャンシティへも拡大されたが、それは短期間のものであった。1998年には、運行代や営業、チケットの販売において、グレーハウンドと提携し、今日に至る。車両は主に、モーターコーチ車線を導入しているが、コーチ USA から購入した、バンホール車線なども保有している。ありがとうございます。